光景だ。なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。は進んでいるようだな。だが手に入れた木札の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと経験、エリカのことありがとう。気にするな、汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ。まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。本番はこれからだ。だろ？ああ。ありがとう。よし、行くぜ、相棒。うん。この神社を浄化するぞ。
これで霧は晴れた。次に行こう。俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。悪いね。なんだこりゃ。どこかに上に行く方法があるはずだ。周囲を調べてみろ。
あの巨人が塔を守っているみたいだ。ああ、厄介だぜ。いつも焦ってそうだ。よし、次だ。
少しずつだが近づいてるぞ。うん。こうやって行くしかないね。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。大丈夫か。出てくるって教えておいてほしい気分だ。あれは迂闊に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。you
回とうまくやれたかも。ああ、悪くねえ。奥に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。だってこんな時に。電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっている方がある。停止してみろ。何かわかるかもしれない。
これって…汚れが悪さしてやがったのか。その部屋だ。取ってみろ。リンクが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ、今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないってどうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎ、ボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。心
ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。冥界の交流はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。あのバイクすごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコは。あのバイクもそうだ。自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。蹴るのが無理なら守りを固めろ。よし、次に行こうか。
あとは外に送るだけだ。
ぶっ倒せ。わけないだろう。絶対に助ける。よし、辺りを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール、それにあの世の干渉が強い場所か。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか。ガソリンもありそうだね。お前、消費者金融になんか興味あるのか。あ、そういうところなんだ。
あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。ここは無理だな。ちょっと無鉄砲すぎるか。いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ？リンクのやつ、替えの効かないものを使いやがって。やってみる。全部片付ける。矢が切れた。補充しなきゃ。うまいぞ。また増えたか。その調子だ。どんどん射抜け。
矢が必要だ。今ので最後か。よかった。KKのところに行かなきゃ。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。まあ、お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。化け物退治に慣れてきたな。カービンホイールが壊れてるから困ってるんじゃないか。あれはスーパーカークラスの部品を使ってるから普通の車じゃダメなんだ。スクランブル交差点の地下で車の展示会をやっている。 KK なら知っていると思ったんだけどね。俺なら知っている。とりあえず行ってみるか。なんだかもったいぶった言い方だったね。どうせ俺たちが困っているのを楽しんでるんだろう。KKが困ってるところは確かに面白そうだ。その時はお前も困ってるんだぜ。いいのか？
力をうまく使えよ。昔はこういうところでよく飲んだよ。操作の一環半分かな。もう半分は遊びだよ。どうやって登ればいいんだ。ここからじゃ無理だろうな。高速道路の方はどうだ。見えちゃいけねえものが見えちまってるな。あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか。覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたい奴はいるか。俺は田舎のじいさんに会いて一緒にカッパを探したんだよ。父さんと母さんかな。なんだよお前。悪い、つまんないこと聞いたな。汚れだらけだ。江戸の言う通りなら冥界の交友もありそうだな。あいつらまでいるのか。
簡には手に入れられないね。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。愛は無用だ。とっとと帰るぜ。調子のいいやつだな。汚れが元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。アキト、相手にするな。走れ！
死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。お前妹と二人で暮らしてたのか。そうだよ。そうか、それなら絶対あの子を救わないとな。あっけないな。お前の腕がいいんだろ。こんなにたくさんの人が。物資は補充できたな。
番失った魂。アクション、準備しろ。強くなったら新しい技を覚えるんだ。KK ならわかるって言ってたけど、何か心当たりある？さあな。これで終わりかな。そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理だ。物質も肉体もやがて消える。 KK の家族の話初めて聞いたかも。話すほどのことじゃないからな。じゃあいつか聞かせてよ。僕も話す。まあいつかな。なんだこりゃ。こんなにたくさんの人が。
アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。うん。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？リンコのやつ、好き勝手言え。待って。そんなのがリサイクルショップで売ってるの？普通のやつは気づかないだけで、その辺に転がってることもある。汚れた物品か。調べる価値はあるな。やったか。構うな、先を急ぐぞ。